やばいやばいやばい。こんにちは、こんばんは、WGSN でございます。今夜の動画はトシプロのドライバーショット、今ドライバーですかね、まあ、じゃあいろいろ持ち替えながらですか、はい、はい、了解です。あとはモザイクの中は奥田さんの練習風景ということで、はい、まあ先に言っておきますけども、こと、今回の撮影、何でしょう、この冬一番の寒さやばいです、やばい寒さで、とんでもない本数のトークをこなされて、アップなしの奥田さんということをご了承いただきたいくれぐれも、はい、お前さん、はい、ファンの方のためにということで今打席に立ってくださっております。そういうことですね、はい、無茶を押してということで、ね、はいはい、ご了承の上ということで、まあ、今回は、奥田さんのクライアントである私、はい、松戸、弁護士正です、はいはい、2人今カメラの後ろにいますので、はい、ちょっとお話をしていこうか、トークをしていこうかなというふうに思います。ということで、松田さんのちょっとトークテーマですか。そうです、はい、多分松さんとぜひお話ししたいと思っているテーマです。お願いします、はい、もう今あれですね、2024年に入って少し経ったタイミングなので、はいはい、今やからこそこの話するのがいいんじゃないかなっていう今やからこそ、はい、話がありまして、はい、松さんとお話ししたいのが、はい、2023年にもう置いてきた、克服したエラーの話。弱い、置いてきた、はい、もう2023年にはなるほどね、はい、もう置き去りにしてしまった。なるほど。これを例えばその、はい、もし視聴者の方でお時間ある方とかがいらっしゃったら、はい、例えばこの話を聞きながらとか聞いた後に、はい、その2023年のスイングの動画と見比べていただいたら、はい、あ、なるほどそこかとかっていうところを気づいていただけると面白いんじゃないかなっていう。なるほどな。お話をしたいです。もちろんなんか細かいところとかってなかなか言いにくい部分も、ね、あまり行きすぎるとねあると思うんで、はい、やっぱその中でちょっと動画上とかでも見えるような範囲での、うん、そういう話をちょっとしていきたいなというふうに思ってると思うんで、この話も当然いつものごとく松さんにトークテーマ伝えてないので、はい、松さん今結構困ってると思うんで、ね、めちゃめちゃ頭回してます、ね、頭回してますね、はい、そうっていうところでちょっとまずなので、さっき僕の話をさせていただくと、僕の中ですごい気に入らんところっていうのは、まあいくつもあるわけですよ。だから自分のスイングなんで、当然まだいっぱいそうやってますよね。いつまでもありますわ。改善していってる最中ですので、たくさんあるんですけど、僕の中で大きく分けると2つあるんですよ。で、まあ YouTube 動画上で僕は手打ちドリルっていうのをさせていただいてるんですけど、一番今変わったなっていうのが、自分の中でもここはだいぶ変化したと思ってるところが、手打ちドリルのフィニッシュのシャフトの、なるほどね、なるほど、それはもう置いてきたと、それはもう僕の中で置いてきた。いや、もちろんまだまだ何ですか、見える目を持ってらっしゃる奥田さん、トシプロ松さんとかいらっしゃら、いろんなエラーを抱えてるのは分かってるんですけど、ほうほうほう、去年のそれこそ出演し始めた時ぐらいなるほどと比べると大きく変化したよな。確かにね、まあ、YouTube でもそれは見えるのかもしれないですね、はい、分かりますもんね。じゃあ今もう一つあるんですもんね。もう一つあります、はい、もう一つ言いたいのが、はい、もうテイクバック、おお、テイクバック、テイクバックで、テイクバックの中でも特に、うんうん、なんていうんですか、自分のスイングの中ですごい気に入らんかったところっていうのが、めちゃめちゃオーバースイング、手打ちドリルですらオーバースイング、そうなんだ、はい、っていうのがすごいあったんですけど、その改善していってる最中であるっていうところではあるんですけど、自分の中での手応えとしてはすごく大きい、なるほどなるほど、ところですよね。ここが僕の中で2023年に
置き去りにしてきました置き去りにしてきた。もう確かオーバースイングしてたんだって信じられんでしょうね、今のマサさんの本番ですか、見てると顔してますか、そうだったんだと思っちゃったんですよ。よかった、じゃあやっぱりそれはちょっとあの置き去りにできつつあるところの証拠やと思います。松崎さんやってもらえるっていうことも、確かに、なるほど、はい、そこが自分の中ではすげえ変わったなっていうところなんですよ。なるほどっていうので考える時間を十分与えましたので、はい、もうなんか踏んでもうめちゃくちゃにして置いてきたやつがいますよ。おお、ほうほうほう、ちょ聞きたいです、松さんのスイングのその自分的手応え、はい、すごい変化っていう部分を教えていただければと思うんですけど、これはね、はい、もう YouTube もぜひじゃあ見返してもらえれば分かることかなとも思いますし、ズバリ、まあ、右足ベタ足、僕の場合左足ですけど、ね、はい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 、左手でいきます、そうですね、右足ベタ足フェイスタンドリルの、はい、まあいわゆるエセエセ右足ベタ足フェイスタンドリルっていうのはもう置いてきたかなと思うんですかね。これは分かるでしょう、ファンの方であってブログとかも読んでる方であれば、どんだけ僕が NG とかテロップ入れられる、アウトかアウトみたいな、アウトいっぱいありました、はい、ではないです、ありがとうございます、ありがとうもうその説はありがとうございます巨大な、ね、アウトを書かれた日もありましたよ。アウトありましたよ、はい、画面から浮き上がってる、そう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 、もう入りきれてないアウトもありましたよ画面にまあけどあれはね、はい、あそこからのやっぱり跳ね方って大きかったっていうのも当然ありますし、あそこはやっぱり2023年しっかり置いてきたかなとは思いますかね。僕もね後半結構23年の後半とか結構言わせてもらいましたけど、はい、やっぱりそこから境にやっぱ23年の後半っていうのは、はい、改めてそのフェイスターンっていうところにがっつり向き合ってった期間でもあったの で、ね、後半ちょうど後半から、ね、はい、だからフェイスターンの知識は絶対入れてくださいって僕は結構熱くね伝えさせてもらって、まあね、行動していただけた方がいらっしゃるかって分かりませんけど、ぜひね、はい、そこはもう僕の本音中の本音なんで、ね、うんうんうん、事実僕が向き合ってたところだったんで、まああの辺は置いてきましたよね。もうあのエセにはまあ戻っらないかなとは、戻ることはないっていうね、まあそ当然ねスイングなんで、そうです、スイング作りの過程でね、はい、また出ちゃったりとかいうことは当然それはあって当たり前のことかなとは思いますけども、はい、ね、ただまあそこでもうあって気づける自分にはもうなってますよね、うん、そういう意味ではね、うん、まあ、あやべえまたこうなっちゃってるわっていうのが、はいはい、それこそやっぱ知識って武器なところじゃないですか。そうですよね、はい、そう、それがね感覚でまあある程度違うことを意識してた時にたまたまできてたっていう部分ってまだも、はい、まだまだめちゃくちゃ脆いところなんで、そうなんです、はい、やっぱそれだね、それはそれこそまさに前も言ってたトライアンドエラーの段階でのトライエラーだけであって、結局正解が分かってればそれに向かっての作り込みができるっていうことですね。そうですね、やっぱそれが、やっぱあれは僕は置いてきましたかね。もう置いてきましたか。置いてきてます、置いてきてます。なるほど、ちょっとおかしいな。それあれですか、気温のせいじゃないですか。まあしかも体も切れてないうちにね、それは、ね、そうか、それは絶対ちゃいますね。え、あとは行きます、あとは行きます、あとはやっていきます。かっこいい、しもめみたいな、かっこいいですね、確かにかっこいいですよ、そうこういうとこね、はい、こういうとこなんかかっこいい、ちょっと多分見せてくれると思います。トシプロもそれで言ったらあれですよね、大きく変化した1年、うん、すいません何今の声急に言えない素直やった言えない素直やった、いつもちょっとごまかそうとするんですけど、ね、今のは何にもなくごまかしも一つもない、面白いです、面白いです、今の笑いますね、尋常じゃないんだよ、この中で普通に打ってるトシプロおかしいですよね。あ、でもずっと打ってる、 ある程度体に熱も、はい、うんうんうん、多少は入ってる、後半一生打ってるんだ。そうです、そうですよね、僕一生喋ってたらいいな本当にあれですよね、打ってる方がマシっていう季節が来ましたね、これね全然過酷、過酷な、えらいところで話してたんで、はい、もう今日はもう、あでもおうおう、さす、締めにいい弾道だったかもしれないです、さすがですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで今回の動画は、トシプロと福田さんの練習風景を見ていただきつつ、また弁護士マークさんと私の方でお話をさせていただきました。この動画、良ければチャンネル登録
よろしくお願いします。WJSL チャンネルはチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っておりますので、お力添えのほどよろしくお願いいたします。お願いします。あとコメントもですね、まあ、ぜひ皆さんも2023年置いてきたもの、置き去りにしてきた、はい、置き去りにしてきたエラーなんかも書き込んでいただけるといいかなと思いますので、あと高評価ボタン忘れずにお願いいたします。お願いします。今夜の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。失礼します。